はい、ということで来ました、またサラ妹が家に来てくれました。で今回は、お肉やりましょう。はい、お肉これお肉知ってる？あんまり聞いたことない。聞いたことない。低温調理器なんだけど、肉がめっちゃくちゃ、あ、なんとなく聞いたことある、うん、肉がめっちゃくちゃ柔らかくなる。でね、その肉がすごいの。でも解凍しといたからまたね、あのさ、前回あやまめさんからもらったじゃん。あー、あれ、そう、それでまたあやまめさんがくれてそう、今回もね、やばいんだよ。そうそうそう、でね、そう、いいと、この感じでございます。なんか前これに骨ついてた、これ骨ついてたやつだよね、うん、そう、今回は骨がついてないバージョンで、サーロインサーロインです。ドン、すごいよね。え、しかもさ、今これだけ、冷蔵の解凍したんだけど、3種類ね、もらったの、実は、1.5kg。 これがね、リブロースブロック、リブロースね。でこれがカルビなんだ。カルビってそんな脂肪だらけなんだ。いや、カルビは脂肪だらけでしょ。そうだけど、すごい、サーロインもあるのかなって。そうそうそう、サーロインよりカルビの方がすごいよね、こんなにね。うん、ちょっと見えるような感じで、ほら、カルビがすごいんだけど、なんかこれだったらそのまんまボニークで、もういけるんだけど、これどうする、これもやるとか思って。ただ今何も話してないんですよ、さらに来てまだ5分5分も経ってないねそう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 、だからどうしようかな。これ500だけだったらちょっと少ない気しない？3人で来るんだったら、お母さん来るんだったら少ないよね。朝食べてないからね。あ、それだったらじゃあどっちかやろうか、さらのために1キロやりましょうよ。どっちがいいですか？どっちが美味しい？でもどっち食べてみたい、うん、じゃあリブロース、あ、じゃあカルビーはいいか。あ、マジで、あ、そっか。じゃあリブロースとサーロインを、この2つをやりたいと思うんですけど、こっちどうしようかな、どうすればいいのかな。なんかやり方がある、焼く、うん、焼くんだ、いや違う、今冷凍だからさ、うん、そう、だからどうすればいいのかなそうそうそう、あ、じゃあこの2個とりあえずやるか。やりたい、うん、で多分ね、これ1時間ぐらい、58度で1時間とかやると、なんか菌が、まあちゃんと死にきって、うん、あとすんげえタンパク質が硬くならない感じになるんだ、うん、だ超柔らかくて菌がちゃんと死ぬような状態になるらしいの、うんうん、だからそれをちょっとね、あの食べさせてあげるから、ありがとうじゃあこっち、リブロースやっていきましょう。はい、じゃあこれこれこれ、ジョイジョイでできるよ。あ、どっか行っちゃった。いや、ジョイで洗うのありえないだろ。いや、しかもこれ、引っ越しのやつ、すごいんですよね、今。引っ越しの途中だから、こんな感じになっております。はい。洗った皿。ジョイで手洗うのありえなくて、洗えるの？いや、洗えるでしょ、全然。洗えないの？知らない。わかんないけど。食器だと思った。なんか、まあ、ちょっと強い感じなのかな。わかんないけど、はい、で食べさせてあげるというか、サラがにやってもらうから、いや食べさせてあげるんだけど、え、調理はサラということで、だってどうやって使い方わかんない。あとね、あ、そっか、じゃあそれをじゃあ俺が教えながら、俺が撮影しなきゃいけないからね、教えながらやりますんで、はい、あ、それエプロンつける、後ろのやつ、後ろ見てる、マル先輩、うん、知ってるけどめっちゃハート悪い恨まれそう、うん、やめとこうか、じゃあ、うん、はい、うん、半分以上ぐらい、うん、あ、このなんか跡がついてる、あ、そう、あ、そう、ある、あ、そういえばあったっけ、ちょっと待って、え、なんかうっすら跡あるじゃん、ここから、うっすら、そう、ここ、あ、それはただの汚れだね、だあれ、なんかごめんね、これがね、ちょっと一回刺してみて、これミン、あ、ミンねミンね、これミンってあれだよね、あの一番上ってやつ、そう、それガッてやって、ミンって一番下じゃなくて、一番下中、あ、それだとしたらどう、あ、いってるね、あ、それだったら OK だね、もうそれで OK、マックスってここまで入れれるってことじゃない、マックスはそこまで入れるね、だからもう少し入れていいか、だからミンってさ、多分一番低い状態だね、あ、そうだそうだ、間違えた、逆だ、あ、そうだ逆だ、間違えた、これで押してください、そう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 、でこれがね、今58度のセットでしょ、58度になったらこれを入れる、うん、ということで、じゃあこれはお肉切っていきましょうか、き、あ、切るじゃない、切る、いや開けていきましょう、開けてこのまま入れちゃっていいの、あ、だから、あ、そうそうそう、あ、そうだそうだ、お母さんにね、持たされた、そう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 、
でかさ。ああ、このでかさ、ちっちゃ。ちょっと待って、ちっちゃくね。入るかな。まあ、切れば入るんじゃない？切ったらダメだよ。あ、そっか。ステーキの醍醐味。いや、そっか、いけるかな。いや、いけない。あ、どう？あ、いけるな。あ、いけんな。いや、いけ。斜めだったらいける。サラインだったら斜めだったらいけんじゃん。いけるか。ほら、じゃあちょっと行きましょう。いや、前回ぶりですね、サラ。前回ぶりっていうかさ、俺さ、ドッキリした感じか。本当にさ、もうドッキリじゃないから 100% で。いや、マジこれドッキリだったら、ね、いや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 、ね、黙りぶつけるの。これちゃんとしたやつなんで、本当に、うん、いいよ、手でいいよ、手でいいよ、笑ったからいい、あったから、うん。これがサーロイン、ここ置いちゃっていいの。どこに？そっちに。あっちか。そう。うわ、でかでっか、500g、これすごいね。っていうか今そっちの生肉をもう出したのはいいんだけど、こっち冷凍、ちょっと解凍しておかなければいけないので。水、水、いや、お湯で大丈夫じゃないかな。どう、わかんない、俺も水、サラの感覚で、感性で、じゃあ水で、うん、みたいな。あれがないんだよ。あ、雪塩しかないんだ。え、雪塩か岩塩がないんだよね。あ、岩塩だったらマグマ、いや、これちょっと味が、あの、特殊、特殊。ダメだね。どっちがいい？岩塩。いやいやいや、普通に塩でしょ。特殊なのつけちゃいけん。そうやね。そうやね。そうですよね。これで、ね、この塩だけでいいの、うん、この前オリーブオイルをつけてほしい。あ、そっか。ここつけるからか。そうだ、大丈夫だと思う。めっちゃ入れていい？ガーッと。多分相当やらないと。いや、すごいね。あ、そういう風にできるんだ、それって。知らなかった。いや、わかんない。いや、すごいね、すごいね。いいね、いいね。とかもうあれか、お母さんにずっとやってもらったもんね。いや、そうね、そうだよね。いいね。いや、それぐらいでいいのかな。多分大丈夫だよね。うん、岩塩じゃないから、なんか初めてだな、雪塩、うん、ギリッギリやね。入んなかったらできないね。いや、すごいね、それ。え、待って。いや、いけるよね、いけるよね。感覚どう？いけるね。いいよ。し、あー、よかったよかった。危な、超、あ、超ギリだね。それでシンクパックにするの。え、分かってるけど。分かってるけど。あ、そう。すごいね、これ 58°C って。そうそうそう、それをずーっと同じ温度で、そう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 、だからムラなく、そう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 。使ってない。いや、今最近は使ってない。へー。そう。だからせっかくだから使いたいなと思って。これ町があってよかったね。うん、あ、そうやね。町があるから入った感じ。うん、暑い？暑くない。 58°C だからそんなんじゃないでしょ。あれ、いつもどんぐらいで、あ、暑いか。あ、そうか、そうか。お風呂とか40度とか45度だもんね。え、45度暑くない？俺44度いつも。え、うち42度。あ、結構ぬるめだね。え、これさ、もっとグーッと沈めて。暑い、暑い。え、マジで暑いでしょ。58°C ってあれじゃない？なんか芸人さんとかがさ、うん、あー、ネット風呂みたいな感じで。そうそうそう、それぐらいじゃない。これだったら OK か。あとさ、これ下、あー、浮いてきちゃうね。だからもうちょっと空気じゃん。やばいね。ちょっとこれで今ちょっとキュッと、うん、大丈夫。あ、そこに水を入らないように。分かってるよ、もうみたいな。 OK、ね、大丈夫だよね。 OK、 じゃあ今入ってたらもっとジャブジャブになるもんね、見た目平気、うん、だよね、多分大丈夫だね。じゃあとりあえず待ちましょう。10分から15分だって流通で。あ、そうなんだ、マジで。あ、そのもんか。あれって書いてあったから。あ、じゃあすぐできんな。わりかし早めなんだ。はい、で今20分ぐらい経ちました。あとねえ、うん、あと20分でこれが出来上がるんですけど、ちょっとまずこれ見て、ほら、焼きじゃなくて、なんかちょっとほら色が変わってきたよね。ね、いい感じ。なんか匂いが、あ、匂い、なんだろう、これかな、フライパンのなんだろう。はい、で今これ流水で、やって、どうですか、柔らかさは。もう結構いい感じになってるね。うん、じゃあこれをこっちバージョンとボニークバージョンとフライパンでやるバージョンで、どんな感じで味が違うのかでやっていきましょうよ。ちょっともったいない感じするけど、これしかもこっちがリブロース、こっちがサーロインだからちょっと違うかもしれないけど、なんとなくね、ちょ、感じましょう。うん、あ、どうぞ。すごいね。ほら、でもさ、なんかサーロインとリブロース、あんまりこれ変わんない感じしない、見た目どう？分かんない、確かにあんま変わんないよね。肉分かんないから、
俺も分かんないな。分かんないけど、サシの感じとかするとさ、そんな変わんないよね、さっきの見た目は。サシ？サシ、この後から油の感じ？うん。おい、いい、いいね。豪快ですね。え？だって、お肉の塗る面積多い。そうだね、そうだね。いい感じだね。ガーネンが良かったね。ガーネンなくなっちゃった、そういえば。買っとく。今度あと引っ越した先のところまた来てね。ああ、行く行く行くけど、うん、今度お肉もしもらえたらガーネン買った時に。そうだね、そうだね、そうだね。って言ってます、あやまめさん。くれる前提で喋ってるよ俺。ちょっとそれかけすぎじゃね。いいじゃん、焼くんだからみたいな。もんオッケーオッケー。ゆっくりな感じだね、弱火だから、うん、すげえ、これ500ってこれ1ポンドが450なんだよね、確か。そうだよね、450だ、1ポンド以上ですよ、お肉。さて、そろそろ10分です。あれ、それでやんの？何でやいや、トングじゃないの？トングかフライ会社ちょっときついんじゃないかな。いや、わかんないけど、やってみたら？やってみたらって失敗して泣くの、うん、誰？いや、大丈夫です、それは。あ、それでも全然 OK だね。すごいね、なんか。いい感じやん。あ、めっちゃいい感じやね。弱火で。あ、めっちゃ美味しそうな匂いがする。どれぐらいの弱火？だいぶ弱火だね、本当にね。あ、でもこれ、まあまあ、そうだね、そうだね、そうだね。で、最後に、うん、強火でこんがりする。こんがり焼く。バーナーある？バーナーはね、あるよ。え、じゃあバーナーです。あ、捨てちゃった。なんもないじゃん。嘘、バーナー、嘘、そう、もう今はね、バーナーないんだったら強火で最後10だよ、バーナーつってもさ、このなんかすげえ500円ぐらいのこのこれぐらいのちっちゃさのやつで、でも焼ければいいんじゃない。まあそうか、バーナーお母さんに持ってきてもらえば。いや、持ってねえか。うちバーナーあったから。まあバーナーいいっしょ。ちょっと強めてもいいよね。強めてみる。ちょっと、うん、いいっすね。でこれでまた10分待つか。10分つか、まあそうだね。はい、お母さんが来て油飛ぶからエプロンつけてっていうふうに言われて、これつけました。いやいや。はい、ということでこれちょうど出来上がりましたね、サラ。うん、これどうしようかな。こっちは、いや、もうなんかこれ一回止め、ひっくり返したいんだけど。そうだね、これ一回ひっくり返そうか。もうこれ PPA 置いといていいわ、まだ。おお、怖い怖い。トングの方がいいんじゃん。手伝ってよ。手伝って、お母さん。トング。あ、大丈夫だって。あ、こっちの焼き目がやっぱりね、ちょっと強めにしたからね。うん、いいね。そうっすね。お母さんさ、肉さ、ちゃんとしたいい肉とかだったら、多分そのウイルスとか菌とか平気だよね。ちょっとレアでも。いいから、レアっていう食べ方があるんだから大丈夫だよね。そうだね。いや、だからレアっていう食べ方があるけど、肉によっては、はい、じゃあ牛肉は大丈夫ですよ。まあそうだよね。豚はダメだけど。そうだね。肉は私はあんまり高いです。うん、お母さん余計焼きで。お、からは俺はレアなんだ。私は普通。普通ってミディアムぐらい。うん。で、お母さんはウェルダン。おい、お母さん、え、まあ、ウェルダンかミディアムだったらどっち？その間。大体の感じでね。これ泣いてる。泣いてるね。もうちょっとやる。いや、だからまあ、どうすれば、どうしようかな。泣くのストップできないの。ストップして。ただエプロン似合ってますよ。似合ってる。似合ってます。いいっすよ。いい感じです。うん。いいっすね。これはもうちょっとじゃあ、裏が焼いてるから、もう。あと裏焼いておしまい。だから、ちょっと強火焼いちゃった方がいいんじゃないの？だよね。結構今強火にしてる。あ、強火してるね。うん。本当だ。おー、結構、やばい。危ないよ、もう。嫌いなんだよ、油。動画撮ってます。あんまないからね、この。まあ、そうやね。こんなでっかい席やことないっしょ。うん、しかも一人だったら絶対食いないわけだからね、こんなもん。ちょっとさら、ひっくり返した方が大丈夫かな。でもさ、これだとじゃあサラ絶対エプロンした方が良かったやん。うん、確かに。でしょ、お母さんの言う通りだ。サラが瞬殺っていう。いいね、これ。いや、なんでもないです。これ裏返していいんちゃう？どう？それ裏返してみた、おんぐで。あ、それでやんのかい。
それはどう裏。ちょっと待って、ちょっと弱めていい方がいい。うん。でかっ。おい。おいおい。おお、焼けてるやん。あ、ちょっと強く、大丈夫だよね。それで、あと1、2分。うわ、油もすごいね、やっぱね。お母さん、美味しそうだよ。うん。いや、オリーブオイルじゃ、今、何もしてない。油すごいから。岩塩だけ。岩塩じゃないな。粉液、粉液じゃなくて、なんだっけ。岩塩なくて。普通肉だったら岩塩で、そうそう、岩塩もう なくなっちゃったから、次もしもらえたら岩塩、これこれ雪塩、何でもいいよ、うん、そうだね、よっしゃ、1、2、3、なんでその5、6、何秒、7、8、9、10、はい、何事も10秒、オッケーオッケー、じゃあお皿は、お皿、お皿はないね、皿ないな、うわー、あー、そっか、ちょっと待って、いい感じに焼けましたね、よし、焼きすぎちゃったかな、でもね、ちょっとまあ大丈夫でしょ、すごいね、せーのよ、気をつけてマジで、うん、ドンって落とさないで、いや、肉大事なんだから、いいね、よし、ということでじゃあこっちはサラ、はい、はい、多分50分ぐらいやりましたね、ボニークは、うん、ボニーク取り出していきましょう、これここに、どこに取り出すの、どうやって取り出すの、ちょっと待って、こっちにじゃあ一回出しちゃった方がいいか、水、水じゃない、うーん、やわらかい、やわらかいでしょ、うん、うぇーい、これ、はい、これは片面強火でどんぐらい、お母さん、適当、まあいいか、適当でいいね、あ、そういうことね、お肉でもう表面だけ焼くの、 OK、 じゃあサラもういいっしょ、軽くだからあんまり焼きすぎない感じで、あ、うわー、どうどう、おお、いい感じじゃん、やっぱり20秒ぐらいだね、よし、もう止めた、もういいの、もう止めたでしょ、いいっしょ、これさ、お肉で火通ってるから別にしっかり焼かなくて、うん、そう、しっかり焼く必要がないよ、そう、表面だけ焼いておいた方がいいから、うん、いいっすね、いや、なんか見た目の感じで言うと絶対こっちの方が柔らかいね、うん、ちょっとこっち、でもこっち美味しそう、いや美味しそうだけどね、やばい、すっごいでかっ、出来上がりました、はい、見た目見て、お母さん、うん、ね、これさ見てさ、どう絶対こっちの方が柔らかいよね、見た目、だってなんか焼きすぎたかな、うん、焼きすぎたっていう風になってるだけ、こっちの方がいい、あ、マジで、あ、お母さんもこっちだね、そうウェルダンだからね、うん、そうそうだって、うん、あ、じゃあちょっと焼きたいかも、どんな感じ、うわー、お母さん見て、うん、超レアやん、サラ、うん、はい、はい、やばい、絶対、うわ、めっちゃ、めっちゃいい感じやん、ほら、本当だね、うん、めっちゃうまそうじゃない、どう切っていけばいいかな、気をつけないよ、何、あ、いいね、あ、ここら辺から取ってって、ここら辺も食べないいや、切っちゃって、とりあえず、じゃあウェルダン中か、ウェルダンじゃないんだけど、うん、フライパンでやった方を味見させてもらいます、いただきます。お母さんお先。お母さんお先。いただきます。うん、見て、ちょっと近く来て。どんな感じなのか。ちょっと見て、ちょっとこれ見て見て。赤くないね。ウェルダンだねこれ。うん。ウェルダン。しっかり。うん、しっかり。わかんない。いただきます。ズグマ。うん。うま。うま。めちゃくちゃうまい。お肉が、お肉がいい、お肉。やっばい美味しいね。早くお母さん、お母さんちょっと。めっちゃうま、いやー、やべえ、うん、美味しい美味しい、やばいでしょ顔撮りたい、お母さんの顔ね、撮りたかった、撮りたかった、今やばい、じゃあ次はこっち行きますね、これ大丈夫だよねこの肉ね、え、わかんない、この赤さ全然平気だよね、わかんない、まあでも5人区で50分ぐらいやってるやってるから平気だね、いきます、いきます、どうぞ、ん、ちょっと薄いね味、うん、でも美味しい、美味しいですか、こっちの方が柔らかくね、やっぱり、うん、柔らかい、柔らかさは全然こっちの方が柔らかいわ、でもちょっとさ、塩がこっちの方が薄いちょうどこっち良かったね、かけすぎたと思ってたのさっきお母さん、すごい、おしゅんた兄ちゃんに言われたもんね、ね、かけすぎだなって言ってたけど、こっちの方が良かったね、うん、かけすぎるぐらいがちょうど良かったんだ、うん、こっち味足んなくね、ちょっと食べていい、そうそうそう、食べて、うん、美味しい、
お母さんこっち行ってみて。少しかける。ちょっとかけた方がいいと。じゃあ食べてみていいか。大丈夫だった。めっちゃうまく。どっち？こっちの方が好きなんだ。あ、やっぱそうなんだ。俺こっちの方が全然好き。私こっち。はい、ということで、結果としてはフライパンバージョンとボニクバージョンは、サラはどっちだった？私は、うん、もうやっぱり焼いてる方が好きだからこっちだけど、うん、柔らかいのもこっち、うん、そうだよね、うん、俺はこっちだな。あ、でもな、塩の感じで言うと、あ、でも塩がこっちあれば俺はこっちだね。やっぱレア派なんですよ。私結構焼かれてる方がいい。ウェルダンとか、ウェルダンは嫌だ。ウェルダンじゃなくてウェルダンの手前なんだっけ、ミディアムか。お母さんは完全にこっちだよ。いや、美味しい。そうだよね、めっちゃうまいよね。でもちょっと塩が多かった今。あ、そうか。あ、塩入れてたね。俺も全然こっちなんか濃い味派だから俺は、うん、部分的に違うもん。映してるの、うん、あ、顔映ずっと肉ばっか映してるから今回は赤城和牛の、サーロインとなんだっけ、リブロース、ステーキのお肉の調理をさせてもらったんですけど、まあ好みによっての感じだね。うん、うん、でもやっぱり美味しいお肉。美味しいね。もうね、食べたすぎでしょ。食べた、早く食べたい。白米いらない。早くいらない。あ、白米いらない。白米やっちゃうとそっちにお腹持って帰る。ああ、確かに確かに、ね。でお腹いっぱい。ああ、贅沢にね。よし、じゃあ最後食べていきましょう。辛すぎるもんね。で、今途中で食って思ったんだけど、柔らかすぎてボニークをやるまでもないというぐらいの。ボニークって基本赤身が柔らかくなるんだ。あれ、お二方さん、うん、そう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 、あ、それ切って、うわーすげえ、すごい。これを今焼くと絶対うまい。塩、塩あるよ。食べる時でいいじゃん、そっか、うん、これお母さん全部いけちゃいそうですか。いけちゃうんじゃないですかすごい、見た目がマジやばい。このデカさのさ、お肉うまいよ。うまい、うん、うん、サーロイン焼いた方がうまい。あ、やっぱちょっと焼いた方が良かったかもしれないね。柔らかすぎるってあれだね。はい、今勢いで全部食べると思ってたよね、うん、どうですか。え、油が、油がすごくて、俺もなんか、俺油結構大丈夫なタイプなんだけど、胃もたれし始めて、もともと油ダメだけど美味しそうだからって食べたら、うん、ね、全部いけると思ったら、まあ、ちょっと残っちゃって、もともとがだってもうサシがすごい入ってるから、周りの部分で油とかを一緒食べちゃうと本当にもたれちゃう。あんだけ食べないんだね。でもそこ、うん、最後の方は油が続いたら全然美味しかった、うんうん、そうだよねだから油が多すぎるとちょっともたれちゃうんだねって思ったわ。最後もたれてしまいましたという話で終わりました。では終わりましょうか。さようなら